足利義兼足利義兼は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将、御家人、足利宗家二代当主、室町幕府初代将軍、足利尊氏は、今孫にあたる。幼い時に父、足利義康を亡くした義兼は、叔父源、義重の軍事的庇護を受けていたとされる。自称四年に、血縁的に近い源の頼朝が、 持ち王の領事に応じて、伊豆国で挙兵すると、川内源氏の一族であり、また、持ち王を養育した古内親王の蔵人でも、あった関係からか、吉兼は、比較的早い時期から頼朝に従軍していた。元略元年5月、基礎義仲の維持、吉高山東の討伐において、先行を挙げた。その後、頼朝の弟、のりに属して、 兵士を追悼した功績により、頼朝の治療国であった、上佐国の国史に推挙された。文治5年の欧州合戦にも従軍。研究元年に、出和国において、欧州藤原氏の残党が挙兵すると、追悼史として、これを平定している。文治元年に任ぜられた、上佐助を4年後の頼朝の治療国返上まで、務めるなど、頼朝の文様として幕府において高い席次を、 与えられていた。しかし、頼朝の地位が高まっていくと、御家人として幕下に組み込まれることとなった。研究6年3月に、東大寺で出家し、偽章と称した。頼朝近親の源氏一族が、相次いで粛清されたための諸生術であったと言われている。吉金の死後も、学府、北条時政の他の娘向子らが、畠山重忠の乱に関与した疑いなどで、 次々と滅ぼされたが、足利氏は、幕府内の地位を低下させながらも生き残った。出家後は下谷国足利僧の川崎寺に陰性し、正治元年3月8日に同時において死去した後、同地に葬られた。生入場であったとも伝えられている。現在の川崎八幡宮本殿は、吉金の病所である、赤見堂である。万那寺は、吉金が館に建流した、地物堂を、 吉氏の第二整備したものとされる。父の吉康は、源の吉家の孫、吉国の子で、足利氏の祖となった。母は、厚田大宮寺、藤原の忠の娘だが、祖父、藤原富則の幼女となった。藤原富則は、頼朝の母由良子前の父でもあるため、吉兼は、父方でも母方でも、頼朝と近い血縁関係にあった。 自称5年2月に頼朝の性質、北条政子の妹、時子と結婚し、頼朝とさらに近い関係になったことも、足利氏の着流を継いだ要素の一つと言える。イ保兄の乗木よ、議長は諸子であったために、本居の足利荘を着手の吉金に譲ったという。しかし、乗木よは、祖父、吉国以来の根本書領、山が三國屋を管理し所領としており、 元々の家督継承者と見る説もある。のりきよ、議長が、自称、樹影の乱で、基礎義仲の陣営に参じ、樹影2年の水島の戦いで戦死したことから、頼朝を後ろ盾とする吉金は家督を継承したというものである。長男、義順は、遊女の子であったとも伝わる。王子の義重に、日田荘で養育され、義重の孫ら容器をめとりと聞かね、自やを設けた。 後に義絶して、畠山重忠の未亡人を迎え、大国が生まれた。次男、義助は、上野国桃井里を領地として城を築く。上級の乱で幕府方の将として戦死したが、維持の義種が桃井里の地頭となり、桃井を名字とした。子孫の桃井氏は、室町幕府の早々期に活躍した。足利氏の着流は、正室諸生の三男義氏が継ぎ、 子孫に、足利将軍家のほか、キラ氏、今川氏、柴氏、渋川氏、一色氏などが出た。なお、そのうちの一人、今川定代,代は、次長、南太平記の中で、吉兼は、三武八尺もあり、力も優れていた。実は、ため友のこといい、吉康が赤子の頃から育てた。世をはばかって隠したのでこれを知る人は、ついになかったと記している。 極低バーキンの鎮説弓張り好きは、この伝承をもとに、フィクションとして吉金が大凧に乗せられて、足利氏に渡されたというストーリーを作った。ありがとうございます。